精神の中でキュービーと挨拶したらまず封印を解け。よう、相変わらず目つき悪いな。貴様なんだってばよ。どういうつもりだ。行くぜ。チャグラはチャグラでしか捕まえられねえ。こりゃ上司。俺様も戦いに参戦。チャグラを取ろうとするときは逆に引っ張り取られる危険もあるぞ。わしの力をコントロールする気だな。キュービの意志からキュービのチャグラを取れるだけぶんどっちまえ。キュービの憎しみに惑わされるな。サンキュータコのおっさん。やったままだから、やっぱ思った通り。わしに勝てると思っているのか。捕まえたってばよ。ん？じゃねえと封印開けたりしねえだろ。うわあ！クートン、ナセンシュリケン！なんだよ、これ。やばい。負けるな、ナルト。力をコントロールすることなどできん。お前はわしの憎しみの小さな一部。キュービの憎しみ、思ったより強すぎ。本当にヤバいかもしれん。かなりの試練。いなくなれ。ここにいていいのよ、ナルト。それに、なんで俺の名前を知ってる。じゃあ、私が誰か当ててみて、ナルト。お前、キュービの正体だな。いつもりだったんだな。キュービの違うってばね。いっていきなりどついちゃった。出ないようにはしてたんだけど、興奮するとついね。じゃあミナト、何も言わなかったのね。そう、私はあなたの、あ、ずっとずっと会いたかったってば、母ちゃん。やっぱり私の子ね。でかした、ヤマト。いや、僕の力では、ナルト自身の力で止まったようです。現在ナルトはキュービと対決、早めの決着、みんなが待望。かましてる場合ですか。シャラップ。なんだろう。苦しなめ。これはいい感じ。このまま監視。今のうちにやっちゃいなさい。多重影分身の術。わしを怒らせたな、ナルト。
覚えているナルト。やったわねナルト。母ちゃんは今これで港のところへやっと行ける。あなたに言っておかなきゃならないことがあるの。あなたが生まれた16年前の事件、あなたの前任の九尾の人中力、まずはそこからね。九尾の人中力だった。そう、私は2番目の九尾の人中力として選ばれた。だからってなんで母ちゃんがそんなことを。九尾を抑え込める強いチャクラを持って生まれたらしくてね。そうすればたとえ九尾の人中力として生きていくことになっても幸せでいられるって。なら母ちゃんは人中力だったけど幸せだった。うん、おめでとう。予定日はそう10月10日。え、赤ちゃんが母親になるんだってばね。父親になる。これで俺も父親か。出産に際しお前に説明しておかなければならぬことがある。里から少し離れた結界の中で出産してもらうことになった。これも全て極秘とする。封印のこともあるし出産には僕も立ち会うよ。先に行って準備しておくから。ありがとうございます。うわー、なんてお名前でちゅか。サスケよ。三代目の父上と同じ名前かえ。サスケくんとは同期になるから仲良くしてくだちゃいね。これでさ、やっぱり痛いの。ほら行くぞエクシナ。あ、はい。ああ、痛いってばね。こんな大声で痛がるクシナを初めて見たのですが。それよりお前はキュービの封印をちゃんと見とれ。これは四代目火影ともあろうもんがおたおたすない。強い。キュービが出ようともがいている。頑張れクシナ、頑張れナルト。火影ミナ、人中力から離れろ。この結界をどうやってすり抜けた。でなければこの子の寿命は1分で終わる。さっさと人中力から離れろ。待て、落ち着くんだ。冷静だナルト。怪我はない。無理やり飛来神の術を使わされた。お前からキュービーを引き出し木の葉を潰す。どれほど待ったことか。そのマーキングがお前の封印式に書き足されているようだ。常に港がお前を守る。少しの間待っててくれ。今すぐ母さんを助けに行かないと。
このままこの葉隠れの里に向かう。すごいな、渦巻き一族とは。美獣を抜かれてもすぐには死なないか。キュービの人中力だったお前が、いつで殺してやる。先行と呼ばれるだけはある。だが遅かったな。ナルト、ナルトは無事なの？ああ、無事だよ。この葉へ向かう気よ。すぐに戻ってくるよ。お、また流れ星。今度はちゃんと願い事ができたかな。あ、忘れた。アイナリー、お、また来るよ。ほら、やるけって。わあ、あったあった。なんだこの感じ。嫌な感じだ。こんな時に限って父さんと母さんが出かけてるなんて。何があってもお兄ちゃんが絶対守ってあげるからな。口寄せの術。まさか。やれ、キュービ。三代目火影様が里に出現しました。分かっておる。俺はわしが抑える。こっちだ。うわあ、火影の名において里の家族を守る。俺に気づいたか。ここはやらせない。慎重に選ばなきゃな。三代目様にすぐにでも今までのことを伝えなくては。飛んだか。早いな。なんだあの術は。逃がしはしない。三代目直轄の暗部をやり過ごし、最高機密の結界をくぐり抜け、さらにはキュービの封印を解き、手なずけ。俺の知る限りでは一人しかいない。うちはマダラなのか。この際あなたが何者なのかはいい。キュービのコントロール能力と二代目や俺以上の時空間忍術、ここでケリをつけておかないと、この先キュービ以上に厄介なことになる。マダラがそうだったように、キュービを口寄せしておける時間はそう長くはないはず。ここで仕留めなければ。お前らに希望はない。こちらの物理攻撃は効かず、奴の攻撃時は実体化する。しかし奴にとっては攻撃する時がリスクになる。早いかで決まる。やられたよ。油断も隙も。俺の体のどこかにマーキングを。お前のものでなくなった。イルカ、大丈夫？母ちゃん。お前は早く逃げろ。父ちゃんと母ちゃん置いて、一人だけ逃げたくなんかない。ガキが図に乗るな。
の被害を防げ。キュービを城壁から外へ追い出すのじゃ。行くぞ。いでよ遠方をエンマ。封印が解けたのか。行くぞエンマ。ロビオ。港どこにおる。俺はこの世を滑る者。槍はいくらでもある。嘘で言ってるんじゃない。またあれをやる気か。口寄せの術4代目だ。少しの間キュービを抑えていてくれ。こいつはそう抑えておけんで。キュービが取ったんだのか。ジャクラがもう このままキュービを引きずり込んで死ぬわ。クシラ、残り少ない私のチャクラで。あなたたちを助けるにはそれしかない。四代目火影にしてくれた。君の男にしてくれた。そしてこの子の父親にしてくれた。そんな顔しないで。愛されている。心残りがあるとすれば、大きくなったナルトは君がキュービと一緒に侵入する必要はないよ。君の残りのチャクラを全てナルトに封印する。八卦封印に組み込んでね。人中力でない俺ができる封印術は式封刃だ。俺に封印するキュービは半分だけ。これだけの力は物理的に封印しきれない。式封刃ならば俺と一緒にキュービを半分だけ永久に封印できる。キュービのもう半分はナルトに封印する。八卦封印でね、未来を切り開いてくれる。あの日、まさかもう。この子を信じよう。何たって俺たちの息子なんだから。君のチャクラをナルトに封印する。私たちの息子。キュービの人中力として力をコントロールしようとした時、君が助けてあげてほしいんだ。からこそ、そんな重荷をナルトには背負わせたくない。それに、なんで式封刃なんか。あなたが死ぬことなんてないじゃない。ナルトのそばにいて成長を見守っていてほしかったのに。なんでナルトが犠牲になることないじゃない。私なんかのためにあなたが犠牲になることないじゃない。国を持たない人たちがどれほど過酷な人生を強いられるか。それと俺が生きていたところで君には勝てない。ほんの少しの間であっても、母である君がナルトへ伝えられるものに。これは君のためだけじゃない。ナルトのためにやるんだ。息子のためなら死んだっていい。それは父親でもできる役目だ。あやつら自分たちだけでキュービをどうにかするつもりじゃ。よし、あとは八卦封印だ。わしをまた封印する気か。しかもあんなガキに。クシラ大丈夫。ここだ。貴様ら子供がいるのか。かばったんだ。寄せの術。そうか、港のやつ、自分の子を人中力にして里を救うつもりじゃ。お前に封印式の鍵を渡す。その後すぐにジライア先生へ蔵入りしてくれ。確かに鍵は預かった。なら行くけんの。そろそろ八卦封印を。今ナルトに言いたいことを言っておこう。風呂には
毎日ちゃんと入って温まること、好き嫌いしないでいっぱい食べて大きくなりなさい。お友達を作りなさい。たくさんじゃなくていいから、本当に信頼できるお友達を、いろいろなことを一緒に教えてあげたい。もっと一緒にいたい。ナルト、父さんの言葉は口うるさい母さんと同じかな。八卦封印、あなたをキュービの器にしてしまった。あなたと一緒に生きてあげられなかった。謝らねえでくれよ。人中力だから昔は辛い時もあったけど、父ちゃんも母ちゃんも別に恨んだことなんてね。親の愛情ってのは正直よく分かんなかった。今は分かる。自分の命を俺のためにくれた父ちゃんと母ちゃん、父ちゃんと母ちゃんの子でよかった。キュービより先に愛情が入ってるって分かったから、だから俺も幸せだ。ちゃんとこの子に届いてたよ、ナルト。母にしてくれてありがとう。ミナトを父にしてくれてありがとう。生まれてきてくれて。